功労愛だな。食らわせてやれ。とくと味わってもらおう。君とは長い付き合いになるが、これからもよろしく頼むぞ。厄介な状態だ。治療できればいいが。まずいぞ、このままでは。待機任務か。承知した。こういう機会も滅多にないからな。今のうちに羽を伸ばしておかないと。あれ？おかしいな。ああ、よかった。探しましたよ、先輩。やあ、君か。メリークリスマス。いい夜だな。ええ、メリークリスマス。でも、どうしたんですか？外は寒いでしょう。会場内が暑すぎるだけだと思うが、いずれにせよそんなやわな鍛え方はしていないさ。とはいえ、私もお腹の中まではそう鍛えられるものではないからな。なるほど、腹ごなしの散歩というところですか。そんなところだ。散歩というほどは歩いていないがな。お隣、失礼してもいいですか？もちろんだ。なんだか、私たち二人きりになったような気分だな。先輩、心の中を読めるようになったんですか？そうだと言ったらどうする？実際には俺たち二人だけだったらこんな時間は得られなかったでしょうね。ああ、同感だ。誰の力が欠けていても、これまでの苦難は乗り越えられなかった。みんなの働きがあってこその今日の集いだ。そんな日を平穏に過ごせることこそ何より幸せに感じるものだな。はい、同感です。また来年も
こんな風に過ごしたいものですね。ほう、それは私と二人でということかな。え、いや、それはその。そうですね。それも含めてということです。そうか。君も言うようになったな。少しは恥ずかしがってくれないと。こっちが恥ずかしいんですが。なんだ、私を恥ずかしがらせたくてそんなことを言ったのか？がっかりだな。私は本気でそういうつもりなのかと思ったのに。先輩は人気者ですからね。二人きりになるのは難しいと思いますが、そういう努力はしたいと思います。それはこちらのセリフなんだが、まあ努力してくれるならそれに甘えるべきか。凛子先輩？ん？いや、なんでもない。その格好とてもお似合いですけど、少し寒かったんじゃありませんか？さっきも言ったろ、そんなやわな鍛え方はしていないさ。それに、みんながいろいろと着飾ってくるだろうとは思っていたからな。少しでも差をつけるために一風変わったものを選んだんだ。寒さなど気にしていられないさ。よく聞こえなかったからな。もう一度聞かせてほしい。すごく似合っています、凛子先輩。そうか、それならよかった。あの凛子先輩。踊らないか？踊るって、俺ダンスなんてできませんよ。私だって知らないさ。でもこういう場所では踊るものだろ。どちらも作法なんて知らないんだ。雰囲気で踊ればいいんじゃないか。わかりました。それじゃあ俺がリードしてみます。それは心強いな。よろしく頼むよ。経験がないのか？妙に手慣れているように感じるんだが。俺はただ見よう見まねで。先輩こそすごく洗練されているように見えるんですけど。
おや、これは。ホワイトクリスマスだな。はい。なんだか俺たちのダンスに拍手してくれてるみたいですね。ほう、なかなか詩人だな、君は。からかわないでくださいよ。凛子先輩、もし特務中隊の任務がなければこんな近くにいられなかっただろうな。どうしたんだ？さっきからじっと見つめて。何かおかしかったか？すみません。凛子先輩に見とれていたみたいです。とは言えないよな。そろそろ戻りましょうか。雪も降るくらいの寒さですし、耐えられても体によくはありませんから。そうだな。うん、そうしようか。このまま独占していては恨まれるかもしれないからな。凛子先輩？いや、なんでもないよ。行こう。できるだけゆっくりとな。